よっしゃー。終わりました。終わりました。1週間終わりました。嬉しいんだか嬉しくないんだか、1週間が過ぎていくということがね、ちょっとよくわからないんですけども、何もしてないような1週間です。で、今日はね、鮭買ってきました。あとおしんこね、うん、あと焼き鳥盛り合わせ、こんなりで、ね、食べたいと思います。いやー、今日も二日酔い、毎日二日酔いでございます。ずっとアルコールが入っている感じです。よし、今日もクリアフィでいっちゃいます。うまくいったね。じゃあ焼き鳥いっちゃおうかな。よし、いきます。これなんだ、鶏から普通の、そうですね、からしたっぷしで、皮、うん、うますぎる。うーわ、うんめー。じゃあ皆さん、今週もお疲れ様でした。入りました、入りましたってさーって、おーって行きますね。うわー、うめー。やっぱ意味わかんないんだけど、うまっ。やっと皆さん炭酸割りの季節になりましたね。炭酸割りを飲みましょう。よいしょ。炭酸割りいいね。やっとこの季節が来たよ。嬉しいな。冬寒かったね。冬割りでしのいだよ。皮うまそうだな。うわ、久々、はあ、春だ。これが春だよ。これが、炭酸割りの春夏、最高です。いやー嬉しいよ、俺は。鮭美味しい。やっぱ朝ガツガツ食うよりも
お酒と合わすとより旨味が増すというか、そんな感じしない？しない？俺はするんだな。なんかそう、なんか旨味が増すっていうか、うん、やっぱ焼酎でしょ。焼酎ドハマりしてるよ俺。日本酒よりも、うん、安いじゃん焼酎ね。2000円ぐらいじゃん、うん。ビール1本飲んで500で1本安いのもでしょ、200円ぐらいでしょ。この焼酎がいくらだっけ、2000円だっけ、2500円ぐらい。結構持つじゃんこれ、うん。1週間以上持つよ。毎日飲んでないか分かんないね。結構持つよね、うん。だから結構節約なんだよね、でかく買っちゃった方がね。これなんだろうね。いきます。うん、うまっ。うん、うん、あうまっ。今日も二日酔いでさ、朝起きて寝坊してて短いコースしか走れなくて、うん。最近なんか狩猟がね多いんだよな。画面上ではそんな多く見えてないと思うんだけど、結構飲んでんのよ。うん。朝早いじゃん。うん。全然冷めてないから。うん、酒から。最高だよ。ネギマだなこれ完全に。ネギマいってみましょう。うんうんうん、うまっ。あれね、僕たちのカップの長い距離っていうのは何で走ってるかっていうと、あれ時間なんだよね。時間で決めてるの。で距離じゃないんだよ。だいたい50キロぐらいだと3時ぐらいに上がれるのよ。3時朝一に行って、どっかに行ってスタートして走り始めると、だいたいね、50はね、3時。ゆっくりって。40は2時頃行けるけど、3時頃。うん、もっと行きたいんだったら行くんだけど、まあ、50ぐらいでいいかなっていうことで、3時で風呂入って4時でしょ？で、4時で飲んだら5、6時でしょ？まあ、それでちょっと早く帰るかな、ぐらいで。そう、時間で計算してるんだよね、俺たちは。バッチリこの何十キロ走りますっていう感じじゃなくて、うん。時間？やっぱ遠距離、中距離恋愛だからさ、時間がね、うん。鮭うめえな。鮭ってうまいね。いつでもどこでもね。うん、俺のことをさ、ダメ男じゃないって言ってくれる、擁護してくれる人いっぱいいるんだけど、俺基本的にダメ男だからね、もう完全に、うんうん、
まだ罰人になってないから、いいところあったら。罰にはちょっとハードボイルドだよね。ね。うまい。もうさ、1週間過ぎてみんな週末とか休み楽しみにするじゃん。俺さ、週末とか楽しみじゃないのよ、あんまり。彼女と会うとか楽しいよ、そういうのは楽しいんだけど、違くて、なんか1週間何も変化なかった1週間がこれでよかったのかなと思うんだよ、俺。何も変化のない毎日だったなって思っちゃう、なんか。こんなんでいいのかなって。平凡だな。あぶれ。ゲーだって。平凡だなって。なんかみんなそれで充実感を感じるのかもしれないけど、俺なんかね、変化っていうか、そのなんだろうな、やりきったみたいなのがないと、つまんなくなってくるっていうか、飽きてくるっていうか、もうなんかあーってなんかもううおーってなってくるよね。なんて言うんだろうな、うんうん、つまらない。うん、俺不思議なんだけど、動画やり始めて橋の使い方指導員みたいな人たち、なんでこんないっぱいいるの、動画の向こう側に。橋の使い方っていう人がすごいいっぱいいるじゃん。なんなの、あの人たちは。あれがね、俺すごい不思議だよ。そんな橋の使い方って重要だろうかなって思うんだよね、俺。すごい多いじゃん、橋の使い方とか言って。なんなの、その箸の使い方。いけないのかなと思うね。なん。ああ。締めはお湯割りだね、じゃあ。今お湯を沸かしてます。やっぱりね、この炭酸の後にお湯で締めるっていうことがね、結構僕の中でいいかなと思うコースです。ビール、炭酸割り、お湯割りで終わり。これがいいよね、絶対に。だけだよね。よし。うわ。黒いさ、うまいわ。ねえ。もうね、頭が毎日宇宙だよ、俺。宇宙に行っちゃってる。宇宙でわかる？なんかね、もう、未来と過去の今みたいな。なんか、よくわかんないんだけど。宇宙人が出てきそう、そのうち。宇宙人出てきてほしい。本当に、お迎えに来ましたよって。うまい。炭酸の後の
お湯割りの芋焼酎めっちゃうまいよ。炭酸からのやっぱあんね、お湯割り炭酸からの熱燗でもいいけど、絶対それね、当たりだよ、当たりコースこれ。うん、うん、ああなんかね、気持ちが温まる、お湯割りは。お湯割りで俺は毎日なんか、なんだろうな、暮らしてるっていうか、お湯、もう人生お湯割り、人生がお湯割りだよ。お湯割られてんだよ俺も。もうずっとお湯で割られてるから、ほっとさしたい人々をほっとさしたいんだよ、お湯割りで。ほっとしてねってほっとしようよ。ほっとできねえもん俺、全然毎日、全然毎日全然ほっとできねえ俺。ほっとする瞬間ってないよ一日で、全くない一日で。ほっとする瞬間、この瞬間しか、なんかずっと頭の迷路に行ってる、ぐるって、出れない迷路を駆けずり回ってる感じがする。昼間は一人で出たいなって、出たいんだけど出れない迷路を駆けずり回ってる感じがする。ここじゃないんだよって、ここじゃない、ここじゃないけど出口が出ないないみたいな、出なくちゃダメだって、でも出れないみたいな。小さい小さい迷路なんだよ、小さい小さい、ほんと小さいとこで生きてんなって、もう迷路なんだよ。ほんと大きな迷路に行きたい、うん、ね、本当。毎日二日酔いですから、私。毎日二日酔いで朝ランしてます。朝ランするっていうよりもうもがいてる。もうこうラン始めて8年から9年8年ぐらいなんだけど、今に至ってはもうもが、もがいてる、うん、なんかもう走ってるっていうか暴れてる。もう本当に大変な状況です。本当に芋焼酎がうまくて、最高にうまいよね芋焼酎っていうのは。芋のお湯だよ、締め、締め、締めでこれだよ。芋で締める、そして気絶するっていうね、このルーティーンでいかがでしょうかっていうね感じなんですけども、うん、うまいです。あ、美味しくいただきました、ありがとうございます。皆さんありがとうございます、ありがとう、ありがとう。ということでね、また明日何するかな、決まってないんだけど、うん、とりあえずまた明日、みんな元気で